25歳の叫びを聞いてくれ。さらがまかり生放送でお送りしているベイ FM 音パチ。それでは今日の音パチデートのお相手をご紹介しましょう。バリーズカーバー、よろしくお願いします。それではお一人ずつ自己紹介をお願いちゃんです。はい、ベリーズ工房のキャプテン清水咲です。よろしくお願いします。お願いします。そしてはい、ベリーズ工房の徳永ちなみです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、さきちゃん、ちなみちゃん、お久しぶりになりますね。そうね、お久しぶりです。でもでも、あの、この夏のハロプロのコンサートツアーなども見させてもらっていますので、はい、ありがとうございます。あの、私的にはなんかこういつも近くにいるような気がしてます。嬉しいです。どうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、いきなりなんですが、はい、ベリーズ工房のお二人に質問。はい、お互いの近況を一つ暴露してください。はい、では、まずはちなみちゃん、はい、さきちゃんの暴露お願いします。キャプテンは料理にハマっている。さらに貢献度倍返しだ。さあ、もうこれ以上男子のハート掴んでどうすんですかっていう感じですけれども、キャプテン、はい、なんか、ちなみちゃん情報では、はい、さきちゃんはシチューやブリ大根、はい、チンジャオロースを作ったらしいとありますが、はい、これ本当？本当です。一応ちなみにはちゃんと写真も見せました。しかもなんかチンジャオロース、あの、お肉と野菜炒めてタレ入れるやつあるじゃないですか、はいはい、あれじゃなくて、あれじゃない、タレも自分で作るらしいです。はい、タレから自分で作るの？いや、味付けでも、あの、レシピ見ながらじゃないとできないんですけど、レシピ見ながらだったら作れるようになりました。ちなみになんか常にクックドゥでもいい、クックドゥで全然いいです。私は味の素です。すごい、ブリ大根ってちょっとこう、なんていうんだろうな、母ちゃん的な感じがしますね。なんか私、お魚の中でブリが一番好きなんですよ。で、なんか煮物作れるようになりたいなって初めてチャレンジしたのがブリ大根でした。うん、ブリ大根作れるとちょっとすごいですよ。しかもなんか大根に切れ目とか入れて味が染み込むように、なんかキャプテンの料理してて、母ちゃん、今日は母ちゃんって呼んじゃうはい、ではでは、キャプテン、はい、ではさきちゃん、ちなみちゃんの暴露をお願いします。はい、ちなみは自分の部屋の片付けをお母さんにやってもらっています。部屋を片付けることは禁じられている。ちょっと早かったよ、片付けられない、なんか大変で、大変で、なんかお部屋の中がおもちゃ箱みたいになっちゃってて、ってことはひっくり返ってる感じかな。そうなんです。そして今日ママに、あの、 LINE で、あの、お願いだから部屋てんてん、部屋片付けてみたいな、てんてんてんって言ったら、ブログ更新したらねって言われたんですよ。だからさっき更新しました。ってことは帰ったら、今日お家帰ったら綺麗なみちゃんはもう21歳じゃないでしょか。はい、あの、なるべくならなんか自分でお片付け、ちょっと、どうかな、なんか洋服が畳めなくて、洋服が畳めない、はい、畳んで部屋になんか人形が転がってたりとか、人形が転がってたりとかちょっとごめんなさい、後で詳しく聞きます、はい、ちょっと理解できないことが多かったんで、はい、すみません。まあ、でもなんか今日の2人はある意味バランス取れてる感じしますね。はい、そういった意味ではね、はい、なんか楽屋とかでも意外とキャプテンが、はい、なんかちなみちゃんが脱いだものとかこう畳んでくれたり、いやでも本当に楽屋とかもなんかすごい汚いです、うん、でちなみの周り本当に汚くて、だから極力ちなみの隣には座らないです。なるほど、これはちょっと要相談に行きましょう。はい、わかりました。さあさあさあ、そんなベリーズ工房なんですが、はい、今一番ハッピーなニュースと言ったら、まもなくデビュー10周年イエーイ、10周年、はい、というわけで、来年の3月で10周年を迎える、カウントダウンに入ったベリーズ工房なんですが、はい、どうですか今の心境は。いやー、なんかあっという間っちゃあっという間なんですけど、うん、いろんな活動させてもらった中で、うん、なんかベリーズって同じメンバーでずっとやってこれてるので、うん、なんか絆みたいのは最近なんか改めて感じるようになったなって思いますね。うんうん、
ちなみちゃんはどうですか？そうですね、私はすごい秋っぽいんですけど、秋っぽい私がよく10年も続けてられたなって思います。そう思うとベリーズ工房の10周年本当にすごいですね。重みがありますね。いやでも10年は本当にすごいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてベリーズ工房といえばメンバーのファンもやはりこの日に気持ちが向かっています。ベリーズ工房10周年記念日本武道館スペシャルライブ2013、やっぱりあなたなしでは生きてゆけない。さあ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 、11月29日のライブまで1ヶ月切っちゃいましたよ。はい、ですよね。どうですか今回の武道館公演への意気込みは。いやー、1日限りの1回限りなので、その日のためのライブになるんですけど、いや、最近、スタッフさんとメンバーはこういうことをやりたいですとか、いろいろこう私たちからも意見を言って、その意見ができるだけ反映できるように、スタッフさんに協力していただいたりとか。メンバーも含めてみんなで決めてるんですね。そうですね。はい、ちなみちゃんいかがですか？私まだなんか実感湧かなくて、なんか全然なんか1年先のことぐらいですみたいな感じでまだ、本当にやるのかなみたいな、それぐらい自分の中で大きなことで、いや武道館ですもんね、あの武道館でベリーズが単独ライブやるんですかみたいな、まだちょっと湧かないですね実感が。なかなかイメージが湧かないんですね。でもこれね、私も今からめちゃくちゃ楽しみにしてるんですよ。いや嬉しいです。だってもう特別な夜になること間違いないじゃないですか。そうです ね、はい、すっごい楽しみなんですけれども、はい、ということでもうすぐ10周年を迎えるベリーズ工房、はい、この10年で個人的に一番ドキドキしたことって何だったんでしょうか。はい、ではまずはさきちゃんから。そうですね、まあ、ピンチのドキドキなんですけど、ライブ中に階段から落っこちゃったりステージ上で転んだりっていうのが、うん、自分的にはピンチドキドキ 100% でした。転んだんですか？はい、しょっちゅう転ぶんですよ最近。ね、はい、最近最近割と増えました。また最近しょっちゅうやるんですか？で、どうする？転んで、はい、ビタンビタンで本当に転ぶんですか？ビタンってめっちゃこの間転んでみたいな、はい、ってなってくるくるって回ってなんかポンみたいな。ちなみちゃん見てたんだその現場を。くるくるしたの？キャプテンついに年齢が現れ始めたかと思って。ちょっとダメダメ。キャプテンだってもうまだ22、まだ22歳ですから。もうすぐね、はい、そうなんですけど、そうなんだ。でもそういう時はどうするんですか？いやでもかっこいい曲とかで転ぶと本当恥ずかしいんですよ。でその転んだ時に目の前にいるファンの方が見て笑ってたりするとより恥ずかしくなるので、いかにちょっとうまくごまかすかっていうのがテクニック言えますよね。あ、そういうテクニックね。はい、ごまかすテクニック勉強になります。転ばないじゃなくてね。そうですね、ごまかす方で。ごまかす方で、はい、ではちなみちゃんは。はい、私は首に蛇を巻いたことです。え、それ、何でやったんですかそれ。なんかチャチャシングっていうシングルのプロモーションで、はい、タイに一人で行かせていただいたんですよ。はい、その時になんかワットポっていう世界遺産の近くに蛇使いのおじさんが現れて、はい、たもうものすごい大蛇。うわ、大蛇。何メートルぐらいだろう。 5メートルぐらいあんのかな。いや、そんなになかった。首に巻くぐらいなんで 1、2メートルなんですけど、なんかそれは巻けみたいなスタッフさんの間の空気が流れてて、空気が流れて、言われはしないのに、でも目ではもう分かってるよなみたいな感じで、やだーと思って、お願いと思って、おにやそれで一人だったんですよ。はい、でもやるしかないと自分に聞かせたんですけど、うん、結果やったんですけど、もうやり終わった後フラフラで、なんかやっぱソロ活動って大変だなって思いました。やっぱ7人でいるのが一番幸せって思いました。そういうところに、はい、そういう時に感じるの。いやなんか7人でいたら夏焼きみやびちゃんとかをちょっと進んでやりたいって。あ、そっか、他のメンバーに交際できたりするんだけど、なんかやりたい人ができますみたいな感じなんですけど、なんかちょっと一人の時はやるしかないみたいな。しょうがねえ、やるしかねえかと。やばかったです。なんかその映像後から見たんですけど、はい、もう半泣き状態でちなみが。かわいそうでしょうがなかった。本当にやばかったよね。本当に泣いてんじゃねえこれみたいな感じでした。いや、だって想像するだけでちょっともう首の辺りですよね。気持ち悪い。思い出しちゃった、思い出しちゃった。はい、ちょっとこれはハードですね。確かにドキドキします。うん。
さあそれではここで1曲聴きましょうか。はい、ベリーズ工房が10月2日にリリースしたシングル、もっとずっと一緒にいたかったロックエロティックから、それでは曲紹介をお願いします。はい、切ない歌詞に注目して聴いてください。ベリーズ工房でもっとずっと一緒にいたかった。お送りしたのはベリーズ工房が10月2日にリリースしたシングル、もっとずっと一緒にいたかったロックエロティックから、もっとずっと一緒にいたかったでした。さあこの曲のミュージックビデオもしっとりとして大人っぽいんですけれども、はい、なんかこう人形のようなダンスも、はい、面白いですね。あと今回特に印象的だったのが、はい、皆さんのなんかすごい切ない表情が、はい、すごく印象的でした。ありがとうございます。なんか急に恥ずかしくなっちゃいました。大丈夫ですか。ね、キャプテンは切ない表情してるなと思ったんですけど、私、はい、もうあれ単なる真顔でなんかえそんなことなかったの。なんか私もう、うん、なんかダンスとかのシーンでも笑っちゃダメって言われててなんかもうちょっと切ない表情してとか言われてて、もうミュージックビデオの時あんまり笑わないでいようと思って、はい、とりあえずなんか真顔って思ってたんですよ。真顔真顔。そしたらなんか完成が意外といけたなって思いました。これでいけんじゃんみたいな。これは真顔でいればやん、とりあえずなんとかなんだと思って返して。私のあのみんなの大人っぽい表情みたいなあの感動を返してよ。真顔って思ってやってたんですか。笑っちゃダメって思って。でもすごく女性らしかったです、その切なさがなんかこう色っぽくって、うん、すごくただ真顔なんだな。はい。ちなみにお二人のミュージックビデオのお気に入りポイントってありますか。なんだろう、今回あのダンスシーンとかで、はい、あの後ろの背景がちょっと夜の、うん、あの夜空みたいな感じになってて、はい、結構ベリーズ工房の曲かっこいい感じで、はい、多いんですけど、はい、なんか背景も大人っぽくて、うん、衣装とかも大人っぽいんですね。だから余計にちょっと人形っぽいらしさとか、オルゴールチックっていうかダンスが、ね、はい、あれはグループでじゃないとできないダンスなので、はい、ぜひ見てほしいなって思います。はい、そういったところも含めて皆さんぜひミュージックビデオチェックしてください。はい、さあこの後パワープレイを挟んで後半戦はベリーズ工房のさきちゃん、ちなみちゃんとスペシャル交流タイム。今夜はですね、つんくプロデューサーに挑戦、ロックな交流企画を用意しております。はい、ロックエロティックの歌詞、地球には幾千もの愛がある、全部自分のものにするくらいでどうの幾千もの愛があるという部分をロックなアレンジをして送ってください。ロックな漁師さんが歌ったら、ロックなタクシードライバーが歌ったらなど、設定も添えて送ってください。で例えば、今日はハロウィンということで、はい、こんな感じでどうでしょうか。いろんなコスプレをしている人がいる、その中で優秀なコスプレをしている人を全部自分のものにするくらいでどう。ねえ、意味わかんないでしょ。意味わかんないけどすごいでしょ。はい、まあこんなのもうこういうデタラメなのも全然ありです。もうとにかくロックだねって2人に言わせたらもう皆さん勝ちですんで。お、なるほど。はい、これをさきちゃん、ちなみちゃんにやってもらいます。はい、2人がロックだねと思った優秀作品に2人の直筆サインが入った非売品ポスターをプレゼント。メールにはあなたの連絡先を忘れなく、メールはオンタチアットマークベイ FM.co.jp まで。よし、今日も気合い入れるためにさきちゃんとちなみちゃんであれ言ってくれるかな。せーの、超絶。元気 200% サナがまかわり生放送でお送りしているベイ FM 上昇音パチ、スタジオには引き続きベリーズ工房からこちらのお二人をお迎えしております。ベリーズ工房の清水咲と徳永ちなみです。よろしくお願いします。ちなみちゃん、ありがとうございます。さあそれでは早速ですね、本日のベリーズ工房との交流企画いきましょう。今日のテーマはこちら、ツンクプロデューサーに挑戦、これが俺の私のロックエロティックだ。ロックエロティックの歌詞、地球には幾千もの愛がある、全部自分のものにするくらいでどうの幾千もの愛があるという部分にロックなアレンジをして送ってもらっております。さきちゃん、ちなみちゃんがロックだねと思った優秀作品に2人の直筆サインが入った非売品ポスターをプレゼントしちゃいます。
じゃあまずはですね、2人にも実は考えてきてもらったので、はい、2人の作品を発表してもらいましょう。ではさきちゃんだったら行ってみよう。たくさんの洋服がある、全部自分のものにするくらいでどう。ロックだね。ロックですね。全部欲しいな。こっからここまで全部っていう感じかなってやりたいですけどね。やってみたいですよね。やりたいよね。女子なら一度憧れる、憧れですよね。さあ欲張りな女子の気持ちを歌ったロックを歌っていただきましたが、はい、ではではちなみちゃんだったらどうなのか行ってみよう。地球にはたくさんの笑顔がある、全部自分のものにするくらいでどう。ここに来て好感度倍返した。いいね、素敵ですね。さあこんな風にですね、今度はリスナーのあなたが考えた、ロックなリリックをどんどん紹介していきます。それでは参りましょう。ラジオネーム犬ぞりマッチさんからです。じゃあまずはさき、ちゃんにお願いします。設定はですね、ほう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 、ファンキーな人がロックエロティックな感じだったらということでございます。はい、さきちゃん心の準備は OK ですか？それではラジオネーム犬ぞりまちさんの作品いってみよう。地球には幾千ものウィッグがある、全部自分のものにするくらいでどう。どう、ロックじゃない？そうですね。メッセージも結構ロックで、私は女でありながら高校生の時にモヒカンにしたこともあるのですが、うわロック、自然なモヒカンウィッグも世界中にはあるかもしれません。うんね、ということでございます。うまいことウィッグ感のないウィッグを含めて、それはそれは、フリーダムなウィッグを全部自分のものにするくらいでどうでしょうかと。うん、この方結構精神ロックですね。本当ロック。犬ぞりマッチちゃん、すごい。19歳でございます。ありがとうございます。さあ行きましょう。続いてはラジオネームカールさんから、続いてはちなみちゃんにお願いします。これは、はん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 、設定は特にありませんので、それではちなみちゃん OK ですか？はい、 OK です。はい、それではラジオネームカールさんの作品いってみよう。地球に14億立方キロメートルの水がある、全部自分のものにするくらいでどう。海、どういうこと。海のこと言ってんのこれ。14、何、立方キロメートルって何の単位ですか？これね、私もちょっと分かんない。どこの単位、どんぐらいの大きさ、これなんだっけ、これ立方なんちゃらって、箱の形とかじゃないですか？あ、箱の形。あ、そうですよね。ちなみにやっぱ頭いいじゃん。ちなみに頭いい。あ、海を俺が全部掌握したいってことかな。すごい、海賊を目指してるのかなこの人は。面白い。さあ続いてはさきちゃんにお願いします。ラジオネームモーリーさんからです。設定はですね、日本一のお笑い芸人を目指す若手の設定で、ちょっと現代感ありますね。さきちゃんどうでしょうか？はい、大丈夫です。はい、 OK ですか？それでは、ラジオネームモーリーさんの作品いってみよう。幾千もの悲しみや涙があるけど、それを笑顔に変えて、笑顔も笑い声も、全部自分のものにするくらいでどう。てっぺん取ってるね。ですね、てっぺん取ってますね。かっこいいな。これでもロック、これロックかな。ロック、ポジティブ。あ、ポジティブ。そうロックじゃない、ポジティブ。ちなみちゃんさっきからめっちゃ頭いいですね。これじゃあポジティブ、ポジティブ、ポジティブ、ポジティブですね。さあ続いては、ちなみちゃん、はい、ちなみちゃんにお願いします。ラジオネームロカペリーさんからです。おう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 おお、設定は、餃子好きな人の場合ということです。こだわってんな。さあ
ちなみにOKですか？OKです。はい、それではラジオネームロカベリーさんの作品いってみよう。地球には王将と満州がある。全部自分のものにするくらいでどう。餃子好きだわ。餃子いい。これは餃子が好きだよ。よく王将行く、はい、行く行く王将行く、はい、美味しい美味しい。でもさ、美味しいけどロックじゃないよね。そうです。これさ、今日ロックが推奨なんだけどな。うっせーな。でもラジオネームはロカベリーだから超ロックだけどね。さあ続いてはラジオネーム、すごいですよ、清水明さんから来ましたよ。あ、どうも清水さん。うわ、大御所からこういう企画にメール来ましたね。大御所からの設定は特にございません。さあそれではさきちゃんにお願いします。さきちゃん OK ですか？はい、はい、それではラジオネーム清水明さんの作品いってみよう。ふにゃ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 がある。全部自分のロック、ロック、これはロック。なんでこれロック、なんでこれロック、どういうこと。この伝わらない感じがロック。あ、そういうことね、感じ取れよっていうことですね。なるほど。ただね、私これ思うに、多分これご本人じゃないと思う。これ違う、清水明さんじゃない、これは絶対。なんだよ、ふにゃ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 って。面白い。さあまだいけるかな、もう一つ言いましょうか。ラジオネームヒュペリオンさんからです。続いてはちなみちゃんに、はい、お願いします。設定は特にありません。それではすごい、この方ですね、はい、20通近くパターン違いで送ってくれて、でその中で、これ一番良かったものを今から発表しますので、それではラジオネームヒュペリオンさんの作品いってみよう。地球にはまだまだ掘り当てられない温泉がたくさんある。全部自分のものにするくらいで。あ、あったあったあった、これロックな温泉マニアだって。まだまだで、要は俺が探してくぜ、俺がどんどん掘ってってやるぜっていうこと。まあ、ちょっとこれかっこいいかも。でもこれ、20通あった中でこれがじゃあ一番ダメだったのがどんなネタか。気になるよね。何あるある、あとで、あとで、あとで読みましょうね。もう一ついっちゃおうか。もう一ついきましょうか。ラジオネーム六角橋のジャックさんから、続いてはさきちゃんにお願いします。はい。設定は、なるほど、設定は特にありませんので、それではさきちゃん、ラジオネーム、はい、六角橋のジャックさんの作品いってみよう。地球にはいろんな女性がいるけれど、全部自分のものにするくらいでどう。やかましいわ。わーわー、設定はないんだけれども、その後のメッセージで、実際は今の彼女を守ることで精一杯ですが、せめて歌詞の中だけでもロックな感じで。いやかましいわ。わいわいわい。若いよ、若いですよ、六角橋のジャックさん24歳です。若い。いいね、ちょっとこういう24歳に守られたいな。さあまだまだご紹介したいんですけれどもね、ということで皆さん、たくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。そしてさきちゃん、ちなみちゃんもご協力ありがとうございました。ありがとうございました。 JFM オンパチトラフィックアップデート、 CM を挟んでベリーズ工房の清水さきちゃん、徳永ちなみちゃんとのオンパチデートタイムもラストパートです。ベイ FM オンパチ、スタジオにはベリーズ工房から清水咲ちゃん、はい、徳永ちなみちゃんをお迎えしてお送りしております。よろしくお願いします。ところでベリーズ工房はただいまナルチカ2013秋の真っ最中ですね。はい、なるだけ近くでハロープロジェクトのライブを体験してもらおうをコンセプトに、全国のライブハウスを中心とした会場で行うナルチカライブショーなんですが、
これすごいですね。はい、近くで感じれちゃうんだ。めっちゃ近いです。手伸ばしたら届くんじゃないかぐらい。わーわーわー、あ、ちょっとなんか聞いただけ緊張しちゃう緊張しちゃう。ここまでの公演でどんなことありました？ナルチカツアーは、はい、あのライブ後に握手会があるんですけど、私なんか花粉症だと思うんですけど、握手会中に鼻がむずむずしてくしゃみ止まらないんですよ。好きだね。それはちょっと辛かったですね。あ、でも、はい、くしゃみするわけにもいかないもんね。我慢してます。必死我慢して握手してるんだ。はい、とてつもない顔してる時あると思うんですけど。まあそこら辺も空気読んでいただいて。でも可愛いから。いや我慢して可愛いですよ。ちなみちゃんは？私は抽選会があるんですけど、私物プレゼント抽選会があって、それこで石ころをプレゼントしました。石ころ？はい、他のメンバーは普段使ってるものの中から皆さんにこれをプレゼントしますなんですけど、普通そうですよね、はい、ちなみにハート型の石ころ、形はそう、形は確かに、でもよく考えたらパワーストーンっていう言い方もあるじゃないですか、やっぱポジティブに。すごいな、今日のテーマはポジティブか。ポジティブすぎじゃない？パワーストーンをプレゼントしたんです。でもね、ちなみちゃんからもらえるんだったら何でも嬉しいんですよ、うん、あ、やった、私たちは嬉しいんですよ。ということでね、ナルチカライブショーもこれかなり貴重ですからね、はい、行く皆さんぜひ、今後も楽しんで行ってください、はい。さあ、残念ながらさきちゃん、ちなみちゃんとはそろそろお別れのお時間でございます。早い、悲しい、早い。でもまたオンパチに遊びに来てくれますか？もちろんです、もちろんです。超絶嬉しいよ。ということで、改めて元気にベリーズ工房のインフォメーション、まずはベリーズ工房が10月2日にリリースした両 A 面シングル、もっとずっと一緒にいたかった、ロックエロティックをチェック。こちら初回生産限定版 ABCD の4パターンと通常版です。カップリングナンバーや DVD の内容が違っているので、ぜひ全部チェックしてください。そして11月29日にはベリーズ工房10周年記念日本武道館スペシャルライブ2013、やっぱりあなたなしでは生きてゆけないが開催されます。さあ、さらに今ノリに乗ってるベリーズ工房と握手です。12月23日に日本青年館中ホールで行われるもっとずっと一緒にいたかったロックエロティック個別握手会の限定参加券付き通常版の第3次抽選購入申し込みを専門サイトキャラーにチャンスにて行っております。クリスマスイブイブはベリーズ工房とハッピーな時間を過ごしてください、詳しくはハロープロジェクトのオフィシャルサイトでチェックしてください。さあ、今日はベリーズ工房からのプレゼントもありますので、ぜひ応募してください。詳しくはオンパチの携帯サイトでどうぞ。それでは最後に、さきちゃん、ちなみちゃんからオンパチリスナーに一言お願いできますか？はい、そうですね、10年目突入のベリーズ工房なんですけど、まだまだ若い後輩に負けないように頑張っていきたいと思いますので、はい、温かい応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではお別れのナンバーです。10月2日にリリースされたベリーズ工房の両 A 面シングル、もっとずっと一緒にいたかったロックエロティックからこちらのナンバーをお届けしますが、ちなみちゃん、はい、この曲のミュージックビデオの見どころといったら、ダンスをしているんですよ、くまえちゃんと私とマーサが、はい、なのでぜひとも見てほしいし、はい、あと私のペアはキャプテンなので、キャプテンとの絡みのダンスも見てほしいなと思います。見ててちょっとドキドキします。本当ですか？さあ、それでは改めて曲紹介お願いします。はい、この曲はものすごくかっこよくて、もっとずっと一緒にいたかったとは全く違った曲なので、よく聴いてください。ベリーズ工房でロックエロティック。ベリー FM オンパチ、この時間のみんなのオンパチデートのお相手はベリーズ工房から清水咲ちゃん、はい、徳永千奈美ちゃんでした、はい、ありがとうございました。